電撃特撮飯、はい、本日は、うん、東京都清瀬市にある清瀬、はい、コーヒーショップ、はい、ルポにやってまいりました。おちょっとね道路がねここはね道路が多いです聞こえますか？聞こえてますね。道路沿いにあるのでちょっとうるさいな。はい、はい、今日は本日は、うん、なんとゲストの方にいらしていただいてます。いるんです。はい、はい、この方です。お呼んだ田中えりです。イエーイ、来ちゃった。えりちゃんよろしくお願いします。すごいよ、ね、すごい可愛い。なんとここはあそこなんでしょ。あそこです。あそこです。20年目にして初めて来れました。あっ、はい、早速中見てみましょう。行きましょう、行きましょう。っていうかさ、すごい近所にあったら絶対入り浸るよね。本当に。俺本当欲しいよ。横浜に行ってもおかしくない。おかしくないんだけど、この土地感がちょっとなあの狭くてない。そう広すぎるここが。横浜が狭すぎて置けない。ね、天井すごい高いですよね。すごい。すごいよ。中古の作り、本当さ完全にレンガなんですよね、間違いなく。レンガ作りです。本当すごい。すごい素敵。さっきエリさん見てたけど住みたい。住みたいよ、ね。本当に。ただ手入れすぎたい。てかメニューもさ、メニューもすごいザ昭和なんですよ、ね。あらオムライス。あ本当？マジで？あ違う、嫌だった？あいやいや全然いいよ。譲り合い始まった大型です。いやいやいや女性レディーファーストですから。じゃあオムライス。オムライス。レニちゃんです。でバン。味わいは、ね、そうボルシチは最初入った時から気になる、そう気になるよねということでボルシチで、お来たボルシチのセット、うん、ボルシチのセット安い。じゃあ僕アイドルセットアイドルセットでしょやっぱし。さあ本当アイドル目指してるでしょ。実は広島から出てきた時アイドル目指してるでしょ。マッチかなんかよっちゃんかヘビーメタラヘビーメタラエドバンガじゃあ呼ぶよ。すごいボリュームすごくないですか。ちょっとパンのデカさがパンです。パンがです。しかも2つのこの大きさすごいと思ってすごい、ね。これ喫茶店ですよね。定食屋のバリのほこだね。すごい。ちょっといただこう、いただこう。いや、そうだ、食べよう。いただきます。いただきます。同時に食うパターン。え、一人ずつ食うパターン。わかんない。一人。え、だって別に食レポするわけじゃないでしょ。いや、食レポでしょ。ここはする場合でも最近は同時にやりますよ。そうだね、そうですよ。ちょっとやりましょう。いただきます。ちょっとじゃあ気になってるのこの中何色だと思う。じゃあ赤っていうかケチャップのカラー、ケチャップカラーだと、ケチャップカラーかな。昭和だと白じゃない。でもバター、あーバター白、何色かどうか見せ、あ見えちゃった、あ見えちゃった、ケチャップだ。あケチャップだ、ピンキー咲いてる。じゃあ、行っちゃって。ちょっとでかかった。あ、おっきい。行っちゃった。トロトロトロしてる。めちゃくちゃうまそうじゃない。うまっ。あ、ちょっと、ちょっと、ちょっと、これなんだっけ。ボルシチです。うまボルシチ。いや、サラダもそう、サラダね、ちゃんとね、ポテトサラダ入ってる。ポテトサラダ、はい。え、ちょっと、サラダ。ごめん、私結構味濃いのって濃いめなイメージをしたんですけど、うん、この量食べれないなと思ってたの。キッとしたから、あのそんなに濃すぎず、これ食べる、ちょうどええ、ちょうどええ、びっくり、美味しい。見てるとお腹空いてくるから、毎日も食べます。人のリアクション見てから食べるの好きです。あ、そうバター、これじゃないの、サワークリーム。あーなんだっけ、基本的にね、ボルシチ自体を久しぶりに食べるから、どう美味しいよね、ボルシチ。いただきます。暑かった。暴れな、ちょっと。ほら。暑かったもんだって。ほら。暴れすぎでしょ。工夫してね。
しい。美味しい。めっちゃうまい。本当。え、何これめっちゃうまい。でもさ、ごめん、正直言ってね、喫茶店のボルシチやろ。いや本当にすごい美味しい。何これ。あ、肉あった。肉あったこれでも安くないですか。安い。1,200〜1,300円でしょ。いや結構具沢山。ボルシチでも1,500円ちょっと。ボルシチってちょっとお肉使ってる。え、じゃあほらアイドルセット、どのアイドルから食べるの。アイドル、どのアイドルから。もちろんメインから。メインのアイドルから。メインから行きます。私お肉めちゃめちゃ柔らかくて美味しい、でもちゃんと食べ応えがあるから最高に美味しい。で、僕も、はいはい、これ手作りなのか。手作りでしょ。なんかでも付け合わせがさ、お母さんの家の、ね、うわ美味しい。アイドルになりそうなんですよ。これこそアイドル。わ、ごめん、わかんない。優しい、やらかふかふか系。いや、あのね、ぎしげ。なんだろう、ちょっとね、ちょっと昭和の感じの。昭和。昭和、昭和の感じのミンチ。なんか。あ、アラメ。ミンチボールってあるじゃん。ミートボール。見て。ミンチボールってびっくりした。ミンチボール食べ物。ミートボール。うん。っぽいなんか。デミグラスが美味しい。あ、美味しそう。ね、ソース美味しそうですね。どっちもね。歴史があるんじゃないですか。ポテサラのさ、ポテトがさ、手作り感がすごくない。なんか赤いの入ってる。赤いの。なんかちょっと芋ちゃんと潰した感じ。うん、潰した感じ。あ、あのね、マヨネーズベタベタじゃなくて最高。超美味しい。ちょうどいい。美味しい。お母さん料理うまいねみたいな感じ。これ。うまいね。芋感。そう、美味しい。またこの雰囲気で食べるのがいいよね。あ、着物で来ればよかったって思った。大正時代みたいな。そう、大正ロマンティック。美味しい。最高。いいな、近所に欲しい。近所に欲しいね。欲しい、近所に欲しい。絶対欲しい。本当に。通うよ。少なくとも1週間に1回は行く。あ、来るね。来る。コーヒーの種類すごい多かったよね。これはあらセットだから、あのティーかコーヒーか選んでたけど、コーヒーの別メニューですごいこだわってて、コーヒー絶対欲しいんじゃないかな。なんかコーヒーもついてたさ、セットで1,200〜1,300円でこれ食べれたら全然ね、お友達とでもお腹いっぱいになりそうだな。ちょっとお腹いっぱいだけど甘いの食べたいですね。これがなんかどうやら一番人気のなんだっけ、バナナ、チョコバナナ、チョコバナナは、チョコバナナはまあ、こっちに来てるじゃん、あの向きが今、こうなってバナナの香りすごい、フレッシュな。この雰囲気だったらチョコバナナ、もぎたて、もぎたてのバナナに出会ったことがないけど、草からもぎたてね。それは間違いじゃないかもしれない。正解だと、正解黒くなってないし。さっきからもぎたてで、すいません手で。うん、行きます。バナナ。ちょっとクリームいいやつだと思う。わかんないけど。いいやつのクリームの味がする。いいやつってなんだ。いいやつのクリーム、ほら違うじゃん。うん、あ、本当だ。いいやつのクリームの味がする。ちゃんとした生クリーム。本当だ。美味しい。やっぱこれもぎたて。もぎたてだった。そのバナナ評論家なの。わかんない。なんとなくそういう役からかなと思って。役。役的に。美味しい。全然わからない。マジで。これ美味しい。美味しい。うん。ね、ワッフルのね、焦げ目がついたやつとかをおすすめ。これ美味しい。これめちゃくちゃおすすめですよ。なんかこう、なんていうの、昔ながらのワッフルだよね。うん、あの、こじゃれた原宿のワッフルじゃないの。じゃないの、ね。あの安定の安心感のワッフル。昭和感。でも、美味しいよね。どうですか今日、ほら、いや締めくくりな感じをしたらきますけど、今日来られてどうですか、この雰囲気。あ、すごい良かったですよ。散々さっきから言っちゃったけど
近所に欲しい。近所に欲しい、うん、よかった、みんなにも来てほしいね。なんか時間が経つの忘れそう。そう、一人でコーヒー飲んでたらなんかあっという間に時間かかっちゃう、ね、うん、公衆電話もあるから携帯持たずに、ちょっと必要な時は公衆電話使って。公衆電話もいいよね。ほんとさ、なんか上から目線の言い方申し訳ないけど、店員ですごいしてないと、うん、このクオリティって保てないと思うな。だからやっぱすごくお店を愛してるんだろうね、うん、店主さんが。なんかそれがすごい伝わる。こういうのってなかなか、ね、少なくなってるから、うん、もうファーストフードじゃないや、なんていうの、そうだよね、簡単な時代さ、そうだよ、うん、チェーン店とか、ね、そう、もういいんだけど、なんかこういう時の流れとかのものを大事にする感じっていうのはやっぱり大事にしたいなと思いますね、改めて。よかった、今日はありがとうございました。なんか誘っていただいてすいません、ありがとうございました。ぜひ皆さん、うん、みんなも来てね。バイバーイ。なんだこの締め方。